学校の先生に裏話や何か聞きたいことなどあってもなかなか聞く機会はありませんよね。今回紹介する動画では、その望みを現役の学校の先生が叶えてくれました。2020年5月に建てられたこちらのスレをご覧ください。現役中学校教員だけど、質問ある？緊急事態宣言も解除されて学校も始まるし、質問してくれると嬉しいです。かっこかまってほしい。できるだけ正直に答えたい。部活って通常入試では、あまり影響はないんですよね。です、ありがとうございます。私立で内申にプラス1がつくくらいです。抑えの私立ためという意味では役に立つけど、それでも、ちょいくらいかな。ただ個人的な感想として、つまらなくても辛くても、最後まで頑張ってやりきったという経験があれば、受験にも見えないところで力になってくれると思います。以下のようなことを、担任に聞いたらモンペでしょうか？制服が不潔で心配なのですが、コロナが落ち着くまで毎日洗える私服にしたい。他の子や床と触れ合う体操はやめてほしい。床掃除、ゴミ捨てはさせないでほしい。正直に言うと、学校に言われても困るというのが率直な意見です。しかし気持ちはすごくわかるし、自分もその意見自体は共感できます。ただ学校に行っても、対応した教員、学校長、自治体の校長会括弧、教育委員会という感じで、即決に至ることは難しい判断も多くあります。学校の教育活動の方針は自治体単位でもあるので、学校の一存で全て決めて良いわけではありません。早いのは教育委員会に直接意見することだと思います。補足、向こうも人間ですので、感情的に言われるとマイナスな気分になります。あくまで冷静に、できれば。他の保護者括弧さらにできれば、数十人あるいは100人とかも同じ意見ですと。言い換えれば、こういう時こそ PTA の役員さんたちに頑張ってもらうのが良いかと。他の子や床と触れ合う体操はやめてほしい。床掃除、ゴミ捨てはさせないでほしい。これも自治体や学校によって方針は異なってきますが、自分が勤める学校では、教員だけでどうやって清掃や環境を維持していくかと、教員同士で話したりしています。括弧、面倒だではなく、いかに生徒の衛生面を保つかという方向で。ただ、まだ決定ではありませんが、可能な限り、保護者の方たちにも理解してほしいです。答えになったかわかりませんが、長文失礼しました。答えてなかったとこがあったので、制服について、幸い夏服移行期間に入ってると思うので、シャツはお手数ですが洗ってほしいです。体操について、2メートルの距離を取るとスポーツ庁から指針で出ているので、他の生徒と触れ合うことはないかと。わかりやすいご説明ありがとうございます。シャツは洗っているのですが、ズボンと靴がなかなか。でもご理解いただけてとても安心し、冷静になれました。ズーズーしいとは思いますが、さらにもう一度だけ質問させてください。文部科学省が高校入試の出題範囲などについて、休校を配慮するように通知を全国の都道府県教育委員会に出したとのことですが、これに対し試験範囲、試験方法、試験日程など変更点を公表した学校はありますか？ない場合、何月頃に発表されると予想されますか？どう変わっても受け入れますが、緊急事態宣言がまた起きて試験なしになることだけが恐怖です。お時間のある時で結構です。お教えください。よろしくお願いいたします。ズボンと靴がなかなか、各個自治体によって異なってしまい、また自分が所属する自治体、また他自治体の教員からの情報になってしまって申し訳ないのですが、本校では体育のある日は体育着をアージャージ登校としています。お子さんが通う学校もそうならば、可能であればその日にうまく洗っていただくか、暑いですが冬用のズボンを併用していただけたらと思います。靴も、運動しやすい靴と、通学のみに使用する安価な靴をご用意いただくしか、試験範囲、試験方法、試験日程など変更点を公表した学校はありますか？公立の場合は共通入試なので、学校ではなく都道府県教育委員会からの発表になると思います。ハイレベルの高校はこれに当てはまらないかもしれませんが、私の調査不足かもしれませんが、今のところ特別な話は聞かないです。令和3年度、高校、入試でネット検索すると出てくるのは、例年通りの情報だけです。唯一文科省から、各高校は配慮するようにと出ていました。各個ホームページより、出席日数など、学習とは別のこと、ない場合、何月頃に発表されると予想されますか？全く不明です、すみません。個人的な意見で恐縮ですが、どんなに早くても、1学期中はないと思います。まず、中学校ごとに確保できる授業時数が異なってしまいます。自治体単位で、と先ほど書きましたが、それでも学校独自の行事の関係で、自治体内の全ての中学校が全く同じ授業数を確保できるわけではないのです。もちろん、その行事自体を今年度は中止にすることも多々あります。7時間授業を行う学校もあると聞きます。本校では、例年の9割は確保できそうだという案が担当者から出ました。単純計算で、週29コマ ×35週×0.1、イコール 101.5 コマ減となります。などなど、上記はいくつかの例で、これ以外にも都道府県内の全ての中学校で、どの程度の授業が実施できるのかを把握するのは、時間がかかると思います。括弧通常業務もありますので、自治体内でまとめる、都道府県全体の集約、各公立高校、&入試作成者へ、という流れかと、お役所仕事は、と思う方もいるかとは思いますが、ここでしっかり把握できなければ、
それこそ中学校ごとに学習範囲に差が出てしまうので、すみません。なお、公立でもハイレベルな高校はこの限りではないかもしれません。どう変わっても受け入れますが、緊急事態宣言がまた起きて試験なしになることだけが恐怖です。保護者の方が不安に思う気持ちはとてもよくわかりますが、大事なのは、受験生であるお子さん本人が一番不安であることを忘れてはいけないということです。それぞれの保護者の方が色々なお考えを持つと思いますが、どんなに不安であっても、お子さんの前では頑張って笑顔で、不安かもしれないけれど、条件はみんな一緒だから、今できることを頑張ろう、と支えていただけたらとも思います。また、誰もがも前代未聞の3ヶ月でしたので、我々教員もできることをなんとかやり遂げるしかなく、そのために取り組んでいる、ということを理解していただけたらと思います。またまた長文になってしまいました。読みにくかったらすみません。なんとかご回答になればと思います。ものすごく丁寧に説明してくれる一致ですね。ですから真面目さが伝わってきます。現在正規で採用待ちしているものです。年度途中で正規合格者が任用されるのはよくあることなんでしょうか。よくあるかはわかりませんが、あります。例として、3級大隊、病級大隊としての採用です。正規採用ということは、二次試験も受かったということですよね。上記の採用については、一次試験合格者もリストに載りますが、同じ教科で一次合格者と二次試験もちゃんと合格した人が同時にいたとすれば、当然二次合格者を選ぶはずです。ただ上記の採用は必ずしもあるとは限らないので、絶対とは言い切れません。裏技。というわけではないのですが、講師としてどこかの学校に入っておくのは一つの方法です。講師として勤めていても、教員採用試験合格者のリストから消えるわけではありません。学校 A で講師として働いているうちに、学校 B から3級病級大隊として呼ばれることもあります。1の友人にも、この方法で呼ばれ、最終的に正規採用された人がいます。講師なので生徒指導は授業外にはありません。もし新卒で、また塾講師（集団塾）の経験がないのであれば、サイトで講師登録して採用され、授業力を鍛えながら大体採用を待つ、という手もあります。なおこの場合、講師として呼んでくれた学校をスパッと切るメンタルも必要ですが、経済的に余裕があるのならば、正規採用後にスムーズに授業に入るために、この方法をとって授業力を鍛えることも良いのではないかと思います。そうでなくても、講師は週1日とか2日なので、複数の学校で講師として働くこともありではないでしょうか。手取りいくら？月30いかないですね。教員は激務の割には発給だとよく言われていますが、やはり高給取りというわけではなさそうですね。放課後の部活動はどう思いますか？面倒ですよね。疲れね。それから勉強ですよね。個人的には部活は好きですよ。授業や行事では味わえない達成感や充実感があると思います。ただし顧問は過去の栄光に固執してはいけない。自分ができなかった青春を部員に投影してはいけないという意識が必要です。そうでない人が、体罰や無茶な指導をするのだと思います。生徒については、やりたい人は入ればいいし、やりたくなければ入らなければいいと思います。勉強してもいいし、趣味に走ってもいいし、遊んでもいいし、放課後を好きに過ごしていいのでは、と。教員についても、やりたい人が顧問をすればいいし、やりたくない人はしなくていいです。専門的な知識や経験がなかったり、やる気がない人が顧問になっても生徒がかわいそうなので、教員側の取り組みについては、現状では難しいのでしょうけれど。大学卒業してすぐ研修して先生になったの？会社勤めとかの経験はありますか？それともないですか？大学後、教育関係の会社に勤めてました。なぜ、中学校教員も選んだのですか？高校教員は考えなかったのですか？個人的にですが、年を重ねれば重ねるほど、年齢が離れていく上、まだ人間的に未熟な生徒の対応はしんどくなると思います。こういった点から、私は高校しか志望をしていませんが、将来は、管理職に上がって、現場からは離れるつもりなのでしょうか？中高どちらも免許を持っているのですが、教員採用試験に合格した後、どちらに着任するかは選べませんでした。生徒と接していたいので、管理職になるつもりはありませんね。正直今の教育のやり方どう思ってます？体系的な学習を安価で受けられる、という点ではシステムとしてよくできていると思います。あとは教員個々人がどのように授業をしていくかにかかっているのかと。いろいろ質問に答えてくれてありがとうございます。社会人経験あって教師になったのはそれで広い意味で生徒にも活かされるのかな。社会人をやって、教員になる前にフリーターもしていて、自分自身にとっていろいろな社会経験になったし、少なからず活かせていると思います。会社員時代のことも、フリーター時代のことも、道徳や総合の時間などでタイミングがあれば一つの体験談として話しますが、ありがたいことに、生徒は、そんなこともあるのかと関心を持ってくれることが多いです。教員だけでなく、他で社会経験を積んだ先生ならいろいろと生徒に伝える幅も増えてきそうですね。内申点とかって、やっぱ多少主観が入っちゃうもんなの？提出物も含めて点数化して機械的に成績を出しますので、主観の入る余地はあまりないですね。教師の人間関係はどうですか？小学校はいろいろと聞きますが、中学になると戦火になるので、それぞれを尊重して揉め事も少なそうに思います。中学の特殊についても聞きたいです。
人間関係については、学校だろうがどこだろうが、運だと思います。うまく交わしていこうと、日々こそこそしています。特殊の方も、職場や運によりけりかと。無事な質問だけどいい？うちの中3のガキ2人かっこ双子オスが全く勉強しない。あんまり怒っても逆効果だしかっこ実際萎縮するばかり好きにさせれば本当に好きにしてゲームばかり。成績はオール2に社会取り課外1かっこ2人とも。双子といえど兄弟関係があるわけだけど、下の子はまだ生活に線を引けるところあるけど、上の子は宿題しながらも集中力ゼロ。下の子は集中はするけど頭には入ってないから結果同じ。どうしたらいいの？現実を教えることも、一つの方法です。道徳で親子の話題が出たり、進路の話をするときに言ったりするのですが、普通に生きていたら、親は先に死ぬ。だから、君たちは自分で生きていく方法を身につけないといけない。じゃあ、今の自分に欠けていてることの中で、何が必要になると思う？といった具合です。どうせ通じないからというスタンスの教師も、ムカつくことに一定数いますが、こちらが真剣に話していると伝われば、聞く姿勢をとってくれます。あるいは、今から真面目な話をするとはっきり伝えるのもありです。それで必ずしも成績が上がるわけではありませんが、お子さんが何かを考えるきっかけになると思います。高校のいわゆるランクは低くなるかもしれませんが、例えば工業系で手に職をつけることもできますし、お子さんが大人になって生きていく術を身につける方法があります。怒るのではなく、真剣に向かい合って話をしてみてください。僭越ながら助言をいたしますと、その話の時は、双子でも一人ずつ、です。また片方からもう片方に話が伝わらないように、続けて、です。双子だからどうしてもまとめがちになってしまいますが、別の人間です。一人一人と向き合っているんだという姿勢を見せてみてください。あと、ガキという考えもダメですよ。先生は英検とか持っていますか？何級なの？どうやって覚えたのでしょうか？英検は高校までしかしてないので、2級止まりです。大学ではTOEICの方をやりました。勉強方法は、あくまで形の決まったテストなので、問題集を繰り返しとくくらいですかね。指導補助担当はいつから始まるんですか？学校によって違ってくるので、いつと断言はできないです。すみません。いじめとか喧嘩とか万引きはどれくらいありますか？幸いなことに、私が担当する学年では喧嘩はありません。いじめも、現在ではネット上が増えているので全て把握しているわけではありませんが、そこまで多くないです。本当にありがたい。東京都の中学校教師をやっているものです。高校配属希望でしたが、中学から連絡が来たため仕方なく採用になりました。中学校から高校に移動することは可能でしょうか？また、そういった人を見たことはありますか？毎年、どこかしらで募集してます。ただし、1年だけ中学をして講師間移動をしても、学校かっこ講師関係なくのことがそこまでわかるわけではないのに、高校で、経験者ならわかるよねと対応できないことを振られることも多いと聞いたことがあります。少なくとも3年かっこ生徒が入学してから卒業まで見てから移動した方がいいと思います。それで中学校教員へ魅力を感じれば続けて良いですし、それでもやはり高校という気持ちであれば、公募を受ければ良いと思います。私個人は前者でしたし、同僚で後者の人がいました。少なくとも、現段階で、どうせ高校に行くしという気持ちを残しながら仕事をするのは絶対ダメですよ。どうせ高校に、という気持ちでは絶対ダメですよね。ご忠告ありがとうございます。制度上は1年で移動することも可能ということなのでしょうか。正直私はすぐに高校へ行く気をなくしたため、特段調べたりしなかったのですが、軽くググったところ、進学指導重点校などの、昨年度の募集要項が出てきました。現任校3年以上、ただし初移動は不可とありました。まずは2校以上経験しろということでしょうか。お返事ありがとうございます。中学校で頑張り、移動に関しても視野に入れてみようと思います。これから先生になるという人にとっては、こういうすれはありがたいですよね。各自治体で先生同士の現場の共有化はしているのでしょうか？共有化というのがよくわからないのですが、自治体内の各校の取り組みはそれぞれの学校に報告されています。学校側は全部誰でも終わらせられると思って宿題を出してるのでしょうか？受験勉強の邪魔でしかありません。そもそもの前提として、すべての生徒が塾などの校外の学習にお金をかけられるわけではありません。学校の性質上、塾等を利用していない生徒が基準となって学習指導をしています。家庭学習の一環として宿題があるとご理解いただきたいです。ドラマの中学生日記のようなものって教師からするとアホらしいって思いますか？ドラマのように生徒に感情を持つことはありますか？見たことないのでわからないのですが、教師と生徒の恋愛という認識でいいのでしょうか？時々ニュースになるように、そういう感情を持つダメな人もいるのでしょうが、私はないです。個人的に、見た目とか関係なく、不正的な意味で男女問わず可愛いとは感じます。学校の髪型の校則などは必要があると思って生徒に指導していますか？それとも、決まりだからとりあえず指導している程度ですか？教えていただきたいです。個人的な考えですが、決まりを守るイコール行動が制限される。行動が制限されるイコールストレスを感じる。学校程度なら小さなストレス。
社会はもっと決まり事でがんじがらめだけど、それを守れなければ自分が損をする。学校での小さなストレスに慣れて、その程度は、と体勢をつける。学校は社会生活をしていく前段階の練習場所である。こういう風に正直に生徒に話し、決まりを守ることの大切さを伝えています。特別支援学級の先生方の様子はどうでしょうか？特殊だろうと通常だろうと、ピンキリです。個人的には、特別支援学級の生徒でも、丁寧語を話すように指導しない人はあまり好きではありません。実際に特殊の生徒でも括弧特別支援、学校だと別ですが、丁寧語は繰り返し指導すれば使えるようになります。全校生徒何人いますか？男女比教えてください。各学年100人強で、いずれも女子が若干多いです。修学旅行に行く前に髪の毛チェックしますか？特に女子。行事だからと特別に指導しなくていいように、日々指導しているつもりです。学校で物が紛失した場合は、学校の管理責任とされると聞きました。どこから弁済費用は賄われるのですか？学校責任であると判断されれば学校が出すと思うのですが、これまでそういった経験がないので、よくわかりません。すみません。通級担当の教員は毎年変わるんでしょうか？通常の教員移動と同じなので、まちまちですね。ありがとうございます。初任で通級、2年目は教科指導プラス通常の副担か担任ということもあり得るってことですよね。そういう知り合いや同僚が何人かいますので、ジャンルが固定されることはないですね。今来たから質問かぶってたらすまん。なんで授業中手あげなかったら手下げるの？点数取ればええやろ。他の先生はわかりませんが、私の場合は手を挙げれば評価しますが、挙げなかったとして下げることはないです。ただ、全員が同程度の返答や発言をする場合は、平等に評価対象となります。クラス担任と学年主任が見て見ぬふりで、たった一人のいじめっ子に対して、反省させるどころか注意すらせず、いじめる側に加担している場合、どの教育機関に相談すればよいですか？教育委員会の対応が役に立たないので、できる限り動いてくれる組織を教えていただけると助かります。自治体の教育委が当てにならないのであれば、都道府県の教育委員会ですね。そういう同僚者がいるということ自体は認知してますが、ムカつきます。返信ありがとうございました。そのいじめっ子一人のために、私の子は転校です。とりあえず県の教員委員会に出向き、それでも相手側をかばうようなら文科省へ相談を考えています。大変だったとは思いますが、よく決断していただいたと思います。学校や教育委が当てにならないなら、一つの手として逃げるのはありだと思います。一つ助言括弧というのもおこがましいのですがをさせていただけるのならば、転校先に転校の事情を伝えると良いと思います。それだけで、クラスに馴染むまでは様子を気にしてくれるはずです。本人も転校の理由はわかっているでしょうし、不安な部分もあると思います。なおその際に、不安になる気持ちや学校自体への不信感はあるかと思いますが、強い口調や感情的な言い方は控えると良いでしょう。教員も人間ですので、そういう言い方をされるとお気持ちは理解できても、なんというか、という気持ちになってしまいます。ここを頼ってきましたという雰囲気であれば、同じく教員も人間ですので、頑張らないとという気持ちになります。返信いただき感謝です。とりあえず本日、県の教育委員会に電話相談しました。説明している途中でも怒りが起きてきましたが、ご指摘いただいた、感情的にならないを思い出し、おかげさまで事の経緯を的確に伝えることができました。市の教育委員会と中学校からも状況を聞いた後、適切な指導、私へ報告との内容でした。まだまだ転校までの道のりは長そうですが、また報告させていただきますね。共感していただけて本当にありがとうございます。実際に悩んでいる親御さんにとって助けになるレスでしたね。具体的なアドバイスもあったのでさぞ心強かったことでしょう。今でも必殺チョーク投げはありますか？注意してもダメならどこかからチョークが飛んでくるぞみたいな冗談は言いますが、ないです。痛いしもったいないですし、効果なんかもあるわけないですからね。先生のストレス解消は何ですか？カラオケとかですかね？私の場合は、料理や YouTube、Amazon プライムですかね。ストレスをためないように気をつけています。あと通勤が自転車なので、帰宅中に軽い運動もしてるから帰ってからはストレスもほとんど消えてくれています。しんどい状況になりがちな生徒は基本親もしんどい状況にあると思いますが、どういう風な指導を心がけています？ヤンキー系ならまだしもネグレクトがちな生徒への対応が気になりますね。ネグレクト系は学校が関われる部分も少ないので、児童相談所やソーシャルワーカーに連絡ですね。小学生です。筆算の線や分数を定規で書かないとやり直しになるのは中学でも続きますか？字が汚いと国語の成績は悪くなりますか？中学校の数学で、筆算は解答に使いません。解答までの途中計算で生徒がするのはありますが、それも余白のメモ程度ですので、定規は使わなくても大丈夫ですよ。字が汚い、遠いより、丁寧かどうかです。曖昧な文字は減点対象となるの場合もあるので、とにかく丁寧に書くことだと思います。今年教員採用試験を受験したものです。もし合格した場合、4月までにやっておいた方がいいことってありますか？授業準備等は4月からでも時間ありますか？授業準備なんて時間をかければキリがない。かといって、現段階ではどんな生徒を教えるかもわからんし、
ましてや教科書だってわからんのだから、あと半年の優雅を謳歌したらよいかと。以上です。これ以上ないくらい丁寧に質問に答えてくれていましたね。ためになる情報もあったのではないでしょうか？最後までご視聴ありがとうございました。